それでは本日もお集まりいただきましてありがとうございます。本日も新型コロナウイルス感染症に関連しまして、知事からのご報告がございます。よろしくお願いいたします。はい、それでは遅い時間を恐れ入ります。まずは新たな患者の発生に関してではあります。本日3月7日、本県中北保健福祉事務所管内におきまして、県内2例目となる新型コロナウイルスの患者が確認されました。患者さんは南アルプス市及び昭和町を主な生活圏とされる20代会社員で、お一人暮らしの男性です。現在山梨大学医学部附属病院に入院をされております。この方は発熱のため2月28日と3月2日に医療機関を受診していましたが、昨日3月6日自宅から山梨大学医学部附属病院に搬送され、本日3月7日同病院におきましてウイルス検査を実施し陽性の結果が得られたものであります。患者さん、この患者さんは現在意識障害があり会話が困難なため、患者本人から感染経路の特定につながる情報は現段階では得られておりません。このため管轄保健所におきましてご家族や職場などへの聞き取り調査を行い、できる限りの患者の行動歴や濃厚接触者の把握に努めているところであります。なお発症した2月27日以降職場へは出勤されておりません。また2月28日および3月2日に受診をしております医療機関2カ所につきましては、現在のところ濃厚接触者がいないものと確認をしております。また患者の搬送等に対応した救急隊員や警察官は全員が感染防止のためのマスク、手袋等を装着していたほか、対応終了後消毒の措置を確実に講じております。さらに本件患者さんは昨日発表いたしました長野県の女性患者による受診先医療機関の受診者や濃厚接触者ではありません。念のためであります。本県在住の男性患者との接触の有無につきましても、つきましては現段階では確認はされておりません。まずはこの患者さんの回復に向けまして山梨大学医学部附属病院の医療スタッフの皆様による懸命な対応をしていただいているところであり、私としても一刻も早いご回復を願っているところであります。次に昨日感染が確認されました県内発生1例目の患者さんおよび昨日本県内医療機関への受診が確認されました長野県在住患者さんにつきまして現時点で把握している濃厚接触者の状況をご報告いたします。県内発生1例目60代の男性の方ですが、この方にかかる濃厚接触者は職場の同僚1名施術所の受診者30名です。県内医療機関への受診が確認されました長野県在住患者50代の女性の方ですが、この方にかかる濃厚接触者は受診した医療機関の医療従事者1名医療機関の受診者9名であります。この合わせて41名の県民の皆様にはウイルスに暴露した日から14日間管轄保健所におきまして毎日健康確認を行うとともに不要不急の外出を控え健康状態に変化があった場合は保健所に連絡するようお願いをしているところであります。なお人権尊重及び個人情報保護の観点から個人の詳細な情報につきましては公表を差し控えさせていただきますので何卒ご理解を賜りますようお願いします。また本日ご報告申し上げた件につきまして公表すべき新たな情報が得られた場合は従来通りできるだけ速やかに公表をしてまいります。また何度も申し上げて大変恐縮ですが県民の皆様にはうつらないための注意はもちろんうつさないためのご配慮として
日常の手洗い、あるいは咳エチケットの励行に一層努めていただきますよう、再度お願いを申し上げます。また、健康、今回の件に関しまして、健康状態にご不安のある方は、ぜひ、最寄りの保健所に、ご相談をいただきたく思います。何よりも、お互いにお互いを守ることを、優先をしていただきまして、オール山梨で、県民一丸となって、この感染症に、立ち向かっていただきますようお願いを申し上げます。山梨県といたしましても、今後とも、県民の皆様の、健康と生命を守り、健やかな生活環境を築くため、あらゆる方策を検討し、実施に移してまいります。私からは以上であります。はい。